現在は北陸や北日本で雪や風の様子が強まっています。いただいたウェザーリポートで現在の様子を確認していきましょう。秋田県能代市の方からいただいています。風は早朝よりもマシになりましたが雪が降ってきていますね。気温も0度で風が強いので恐ろしく寒い体感ですといただいています。こちら動画でいただいていますが、はい、風の音も聞こえますし、うん、はい、こちら吹雪となっていますよね。そうですね、はい、風が強い、この風が寒気をもたらして気温が低いといった状況になっています。はい、この寒い状態というのはどうもしばらく続くことになりそうなんですね。はい、で、上空の寒気を見てから皆さんの体感も確認していきたいと思うんですけども、はい、今雪というふうな報告をいただきましたけども、雨か雪の境目というのがこのマイナス6度で、説明させていただいているんですけども、はい、もう日本列島を覆っているんですよね。ですから関東を除いて何か降ってくるとすれば雪になっているという状況になっていますし、マイナス12度がまあ大雪の目安というふうに見ているんですけども、日本海側のエリアこれがかかってきている状況になってますので、まあ、雪が降るし気温が低いしという状況ですよね。はい、で、皆さんの体感と確認をしていきたいと思うんですけど、天気を確認していきたいと思うんですけども、まあ、日本海側で雪が降っているんですけども風が強いということもあって太平洋側、東北エリアでは太平洋側でも雪が、山を越えて漏れ出しているような状況ですよね。はい、で皆さんの体感をマップにしてみると皆さんから報告していただいている体感、これ極寒というのがこう日本海側のエリアを中心に広がっていますし、はい、まあ、それ以外のところでも、まあ、寒いという状況になっていますね。はい、ということでこれをいくつかの地点で見ていきたいと思うんですけども、はい、例えばこれ青森、青森は時間で見ますと、まあ、午前中から、この極寒の割合というのがこれ10時だと 67%、そして寒いというのが 33% だったんですけども、はい、通常でしたら気温が上がる、まあ、13時14時といったところでもそんなにこうね、暖かいというのが増えてこない、極寒が残っているという状況ですよね。はい、そして、もう一箇所富山見てみましたけれど もう富山もずっと寒い状況が続いているということで、まあ、寒気の中に入っているということが皆さんの体感を見ても分かりますし、はい、でこの、まあ、冷たさが雪の原因でもあるということで、しばらくは、ね、この雪が降り続くような状況というのが続くことになりそうですね。はい、では強い寒気の影響でこの後も雪の降り方強まりますので、積雪による雪崩やそして落雪にも十分にお気をつけください。最新の情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。